さつきです。ですね、ちょっと遅くなったんですが、先週ですね、12月の4日の月曜日ですね、2023年12月の4日の月曜日にですね、5ヶ月ぶりの婦人科に行ってまいりました。はい、とりあえず今回は血液検査と内診ですね、内診の超音波をやったんですが、特別問題ないということで、そのまま経過観察続行でございます。でちょうどね、2020年の時が、手術とね、抗がん剤をやっているので、ちょうどもうね、2023年なので、3年もう経過しているので、もう4年目に突入ということでね、次がもう造影剤のね、 CT は造影剤はなくなったので単純 CT になるんですが、単純 CT が次が5月になります。はい、それでですね、子宮体がんの方は問題ないということだったんですが、今回ね、気になる点がいくつかあったので、ちょっと聞いてみたんですけれども、でそのお話をちょっとしていきたいと思います。皆さんね、どうなのか、もう3年経っているので、手術とね、抗がん剤の時から3年経っているので、どうなのかなっていうのはあるんですが、皆さんね、どういう風、まだね、症状っていうか出ているのかなっていうのがちょっと気になるんですが、私の場合はね、まだまだちょっとあるんですよね。更年期障害っていうんですかね、卵巣、子宮と卵巣も取っているので、その関係でちょっと更年期障害的なものが、あとリンパも取ってるので、リンパ浮腫のですね、それの関係だと思うんですけれども、そっちの方でちょっと気になる症状が出てきたので、それをお話ししていきたいと思います。一つ目がですね、胸の心臓ですねが、ちょっとね、息苦しいっていうか違和感があるんですよね。なんかね、動悸がするとか、心臓をね、掴まれるようなとか、そういうのじゃなくてですね、なんかこう普段って呼吸ってこう意識しないでしてるじゃないですか。それがですね、こう意識をしないとちょっと息苦しいみたいな感じで、それがたまになるんですよね。で会社の健康診断が6月にあったのかな、その6月の健康診断の時にですね、そのちょっと心電図の方の異常が何個か出ていたので、あと他に薬の関係でですね、糖が出ているので、そのやつでちょっと内科のね、先生に書いてもらわなきゃならないのがあったので、そちらの方でそのデータを、健康診断のね、データを持っていったんですが、その心臓のその異常に関しては特別何も言われなかったんですよね。でもね、私自体も今までずっとそう、こう症状はなかったのであまり気にしなかったんですが、ここ最近ですね、ちょっとこう違和感がちょっとあったの でなおかつ6月にその心電図のね、異常がを指摘されていたので、ちょっと心臓の方にもなんか負担かかっているのかなというふうに思ってですね、ちょっと聞いてみたんですよね。で一応メタボの方は体重はね、徐々に少しずつですが、下がってきてはいるので、心臓に対してのこう負担っていうのかね、そういうのはないと思うんですけれども、ここのところ本当に、違和感なんですよね。痛いとか、そういう、息苦しいとかっていう、動悸がするとかね、そういうのはないんですけど、なんとなくこう意識しないと呼吸がしにくいっていう感じですかね。それをちょっと聞いてみたんですが、
それはですね、婦人科の先生曰く、パニック発作じゃないのっていう感じで、一応発作の抑える薬を精神科からもいただいているので、それ飲めばみたいなのを簡単に言われたんですけど、私バスの運転をしているので、バスの運転中はちょっと無理ですよねって言ったら、そうだねみたいな感じで、なんかね、結構楽しい先生なんですよ。はい、やっぱりいっぱい患者さん抱えてますからね、一人一人のこう細かいデータまで覚えていられないんだと思うんですけど、はい、ね、一応もし、毎回ね、頻繁に出るわけではないので、ちょっとね、仕事じゃない時にちょっと違和感が出てきた時にはちょっと薬を飲んでみようかなと思っております。はい。で、一応心電図の方も取っていただいたんですが、心電図異常なかったんですよね。なので、そっちの方は多分パニック発作的なもの、精神的なものかなっていうような感じで様子見になりました。はい。で、あともう一つがですね、リンパ浮腫に関係することかな。最近ですね、足が、前は、鼠径部がね、ずっと座ってたりとか、立ってたりとかすると、鼠径部が痛くなったりとか、痛み、ちょっとね、痺れるような痛みっていうんですかね、なんか独特な痛みなんですが、あったんですけれども、それがなくなってですね、夏場は全然問題なかったんですが、ここんとこ、やっぱり、冬になって寒くなってきたじゃないですか。で、バスがですね、かなり、人間というかドライバーに対して、とても優しくない作りなんですよね。で、夏はクソ暑くて、冬はクソ寒いというね、素敵な構造をしておりまして、特に寒、ここんとこね、寒くなってきてからですね、結構暖房はかけているんですが、足元のね、一箇所からしか風が出てこないんですよ。なので、全然あったまらないんですよね。なので、冷えとかもあると思うんですが、足がですね、つるまではいかないんですけど、つりそうになるんですよね。いつもこう、つりそうになってるような感じ。足の裏から、何でしたっけ、膝くらいまでですね、その辺くらいまでがずっとなんかこうつるような感じがしてですね、それちょっと前の会社の時とか、3年経っているので、その前の2年間は前の会社だったんですよね。で、前の会社も、外の作業とか、バスの運転とか、結構寒い場所にいる時の方が多かったんですけれども、今年に転職してですね、バスが変わって、仕事が変わってからですね、その足がつるというのが、症状が出てきたので、何かなっていうふうに聞いたんですが、それは多分リンパ浮腫の方が更年期系ですね。はい、それからみたいな感じで、エストラーナテープですね。エストラーナテープを貼りましょうというような感じで言われました。はい、様子見でございます。で、あとは、もう一つですね。やはり、今までですね、もともと私暑がりなので、今までの仕事はですね、こう、ある程度自由だったんですね。自由だったので、暑い、冬もこう、着たりとか、好き勝手にできてたんですが、
やはり今の仕事は制服があるので、ちょっと寒いのを我慢してたりとか、我慢して、仕事をしてたりとかしているので、その関係もあるかと思うんですけれども、あとバスの中、かなりね、非常に寒いので、暖房を、あんまね、ガンガンかけちゃうとね、今度風の音でね、聞こえない、アナウンスとか聞こえないんですよね。なので、ちょっと、ギリギリのところでね、温めて、仕事をしているんですが、なかなか温まらないんですよね。それで、やっと最近ですね、気がついたんですが、ずっと寒いままなんですが、ある時ですね、ある時、ぽわっと、顔っていうか顔、ぽわっとほてる時があるんですよ。で、やっぱ寒いので、汗をかくまではいかないんですが、本当に、ずっと寒いで聞いていたのに、一気にぽわっと熱くなるというね、瞬間がちょこちょこありまして、それが、ホットフラッシュですかねっていうようなことを聞いたらですね、多分そうだねみたいな感じで。で、ずっと、エストローナテープもですね、もらってなかったっていうか、使ってなかったんですよね。必要性を感じられなかったので、もらってなかったんですよね。エストローナテープもですね、多分手術の後ですね、抗がん剤の治療中かな、そのくらいの時に処方していただいたので、2020年の時に処方していただいてたんですよね。それで、ちょっと経過観察になってから仕事復帰してですね、しばらくの間ちょっと張っていたんですが、基本的に2日に1回張り替えるというような、基本的なね、は2日に1回張り替えるっていうような感じだったんですが、まず最初にいつ貼ったのか忘れてしまうっていうのと、あとあまり効果は感じられないというのと、あとやはりね、お腹とか柔らかい皮膚のね、柔らかいところに貼るのがいいよみたいな感じだったので、かぶれてしまうのが結構あったんですよね。で、先生に聞いた時にはもうどこでも好きなとこ貼っていいよみたいな感じで言われたんですが、結局あまり効果が感じられなかったので、そのままになってしまって、で、その後、処方をもらわない、薬をもらわない感じでですね、ずっと来てしまっていたので、前回ですね、7月、8月ぐらいに、CT をやった時にですね、エストローナテープ貼りますかっていうようなことを言われたんですが、多分あると思いますって言って、帰ってきたらですね、やはり、もう3年経っていた、3年近く経っているので、ずっとね、保管してあったんですが、多分捨ててしまってなかったんですよ。なかったので、で、特別症状も、その時は、まあ、4月、8月ぐらいで真夏だったので、もう、何をしてても暑いじゃないですか。なので、そのまま、放置しといてですね。で、やっと、寒くなってからですね、この仕事になってからですね、ちょっとホットフラッシュかな、みたいな感じのが、症状がはっきりとね、分かってくるような感じだったので、今回はね、処方してもらいました。はい。で、ちょっとね、貼ってないの?みたいなのを言われたんですが、いや、その前からもらってないんだけど、みたいな 感じで。で、エストラーナテープも、うちのね、婦人科からしかもらってないので、データを見ればね、過去のデータを見れば、いつまで出してたのかっていうのはね、わかると思うんですがね、過去を遡ればね、先生もちょっと忘れてんですよね。まあ、いいか、みたいな感じで。
で、それをとりあえずいただきました。なので胃腸 は4日の日にね、行ったんですが、うちの処方箋の方の薬局でですね、エストランダテープだけちょっとなかったんですね。在庫がなかったので、5日の日、次の日にね、取りに行ったので、昨日から貼っているので、今日で、今日は一応6日になるのかな。6日です。はい。なので2日目になったので、まあ2日ぐらいじゃね、変化はちょっとわからないかなっていうような感じですが、エストラーナテープを貼っております。で、あとですね、もう一個、気になったことが、たまにですね、手術、ね、回復手術ですね、お腹を開いて、手術をした方は経験があるかと思うんですが、内臓痛ですね、次の日から歩くじゃないですか、歩いて痛いのをこう我慢してね、内臓をこう元に戻す、ために一生懸命歩くじゃないですか。その時の内臓痛みたいな痛みですね、そこまでね、手術の時みたいまで痛いっていう感じではないんですが、たまにこう腸がね、痛いというようなね、内臓痛のような痛みみたいのが発生したんですよね。なので、でもずっと痛いわけじゃなくて、たまにこういてててっていうような感じでなっていたので、ちょっとお腹さすったりとかしていたんですが、それはなんか関係ありますかねみたいな感じで聞いてみたんですけれども、胃腸手術の回復手術をしているのと、あと結構ね、やはり回復手術した人は便秘になりやすいので、私もかなり便秘なんですよね。なの で出ないっていうことはないんですけれども、意識してないと出ないっていう感じなんですよ。なのでちょっとそっちの方でこう便秘の方から来てるかもしれないということで、マグミットですね、マグネシウムの、薬をいただきました。はい、あんまりね、マグミットもあまり効果がねあるのかどうかっていうのちょっと私はわからないんですけれども、ずっと手術中から、手術後からですね、ずっともらって飲んではいたんですが、いまいちわからなかったんですよね。こうそれだったらまだ市販の便秘薬ですね、便秘薬の方がこう一気に来るじゃないですか、そっちの方がこう分かりやすいかなっていうような感じなんですが、一応は処方していただいたので、なのでエストラーナテープとあとはマグミットを飲んで貼っております。はい、これでちょっと様子見ですね。子宮体がんの方の、がんの方は、問題ないので、このまま経過観察で、次の検査は CT、単純 CT で5月になります。はい。で、エストラーナテープだけね、90日しか出せなかったので、一応ね、5ヶ月、間がね空いてしまうので、一応はエストラーナテープの処方箋だけですね、取りに行くような感じで予約は入れていただいているんですが、内科も通っているので、内科でもしね処方していただけるんだったら、そっちの総合病院の方をねキャンセルしたもいいですよっていうような感じでございました。はい、ちょっと婦人科系のね、薬なので、内科で処方ができるのかどうかっていうのがちょっとわからないということを、ちょっと先生に聞いてみてくださいということで言われております。はい。で、とりあえずですね、そんな感じで、
2020年の10月の頭ぐらいに経過管、最後の抗がん剤が終わってですね、10月の20日前後ぐらいにもう経過観察ですと言われたので、もう3年はもう経っているという感じですね。3年と、もう12月なので、まあ、11月12月3年と2ヶ月経っている感じで、その検査結果は OK ということで、4年目の、そのまま継続ですね。経過観察継続でございます。はい。で、この次は、CT なので、1回 CT を取りに行って、その後、1週間後ですね、また、検査結果を聞きに行くという作業になるので、2週連続でね、病院に行かないとならないというのがあるので、まあ、だいたい半年ぐらい。次はですね、多分5月なので、まあ、10月、11月、下手すればね、12月あたりとか、今ぐらいの時期ですね。そのくらいに行くような感じになるかなというような感じですね。はい。でも CT の場合だとね、画像で、ね、はっきりと内臓わかるのでね、ちょっと怖いですけどね。はい。次は5月でございます。はい。ということで、また次の動画で一生懸命ね、頑張って作ります。はい。本当はですね、昨日作ろうと思ったんですが、気がついたらもうね、外真っ暗でした。真っ暗でした。はい。なので、撮れませんでした。はい。ということでですね、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。